はい、ゾンパートナーズの森です。今回はですね、芝生のね、お話をするというような感じですね。ちょっとね、芝刈りをですね、うちの従業員がやっててね、あの音がね、ちょっとだけね入り込んじゃってるんじゃないかというような感じの中ですね、私はね、YouTube の撮影するというふうな感じでね、たまにはね、現場に出てね、あのお話しするというような感じでね、ちょっとねまだね、あのごめんなさい、風がねもうずっと風邪ひいてんなみたいなね感じでね、ちょっとね、あのまだ全然治ってないわけじゃなくてね、ちょっとだけ治ってね、ちょっとだけ治ってないっていう感じでね、ごめんなさいね、聞きにくいかもしれないんですけれども、まあ最後までね、お付き合いいただけたらなと思っております。チャンネル登録もですよという方いらっしゃいましたら、ぜひともチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ということでね、あの早速お話の方していくんですけれども、ちょっとね、今日はですね、ちょっと遠いところにね、来てるというような感じでね、まあ仕事で来てるんですけれども、芝刈りをね、この辺のところやってるというような感じでね、ちょっと場所もねあんまりわからないようにね、今ね撮影してるというような感じですね。で、芝なんですけれども、肥料、今回ですね、芝生のですね肥料の話をしようかなというような感じでね、芝生の肥料ですね、ズバリね最初に言っとくとですね、腐葉土で大丈夫です。で、その腐葉土の上げ方の話をね今回はしようかなというような感じなんですけれども、芝がですね基本的には元気に育つかどうかっていうところをですね、これ書いたんですけれども、植物、芝生もですね植物ですんで、草や木と基本的にはね同じ風に考えていただければいいというような感じですね。弱ったり元気になったりするのっていうのは、基本的にはそれ相応のですね原因っていうのがあってですね、その原因が何なのかっていうのがね分かれば、そこをね改善してあげれば元気にもなることもありますし、弱ることもあるという風な感じですね。基本はですね、草や木も基本は同じというような感じですね。で、それ何がじゃあなきゃいけないかっていうとですね、日当たり、あとはですね根っこの環境ですね、これ水分の吸い上げ、水分の量っていう風な感じになるんですけれども、まあ、この辺のことがですね基本的には大事になってくるよというお話になりますね。で、ですね、日当たりに関してはですね、もうね ある程度ねやっぱ変えられないっていうのはねあるんじゃないかなっていう風に思うんですけれども、っていうのもね、目の前に家が建っててね、その家のせいで日陰になってたみたいなんだったらね、目の前の家ぶっ壊すことはなかなかできないんでね、目の前の山があってね、ちょっと日陰になっちゃってるよとかね、フェンス建てちゃったから日陰になってるよっていうのは、基本的にはね、もう何かできるかっていったら何もできないわけですよ。そうじゃなくて、できることとしてはですね、根っこの環境、この辺をですね、改善してあげるっていうのがね、できるんじゃないかなというふうな感じですね。でですね、芝生はですね、水あげすぎても基本的にね、あげすぎだよっていうのってなくてですね、で、何が必要になってくるかっていうとですね、水分がねしっかり吸い上げられたかどうかっていうところがね実は大事になってくるんですよ。で、水をですねたくさんやってもいいですし、そんなにやらなくても元気に育つっていう場合もあったりするんですけれども、これ何が違うかっていうとですね、土の環境ですね、根っこの環境っていうのは基本的にはその土の環境っていうところになりますんで、水をたっぷり上げるっていうところで水分をしっかり吸い上げさせる、もしくは土の環境が良ければですね、水分、水をですねたくさん上げなかったとしてもしっかりとねその水を吸い上げられる。これ土の話になるんですけれども、土はですね、いい土であればあるほどですね、保水力と排水力が備わっていると相反することなんですけれども、保水力っていうのは水を保つ力ですよね。で、それにねその比べ、それともう一個、排水、水が流れていくかどうかっていうのは逆のことですよね。水をしっかりと溜め込んで、そして新しい水が来たら流れる、この状態がいい土っていう風な感じの状態になります。で、これをですねほとんどの木が求めていると、ほとんどの植物はこれを求めている。ほとんどの植物って何いうね感じになっちゃうんですけれども、求めてない種類のものもあります。これですね、私のチャンネルねいつも見ていただいている方はですねよくご存知かもしれないんですけれどもね、カム植物って言われるですね、弁形藻型有機酸代謝というのをやっている植物、何ですかそれってね話なんですけれども、要するに多肉植物なんですよ。多肉植物系はですねあんまり水分がありすぎてもダメだよという風な植物なんですよ。で、これ芝生なんですけれども、イネ科なんで水分が少ない場所でも生きていけるというような感じでね、あの要するにイネ科のねあのエノコログサとかがいっぱい生えてると、そこの土ってちょっと枯れちゃってるよね、要するに乾燥しちゃってるよりだよねっていう風なあのお話をした時もあったんですけれども、同じような感じで乾燥していたとしても芝生って結構強いんでね、その乾燥してても生きられるよ。これがイネ科なんで C4 光合成をしているという風な感じになるんですよ。ですけれども土の環境が良ければですね、なんとさらに成長がすごいしてくるという風な感じなんですよ。なぜなら排水性があって保水性があればですね、かなり、その芝生っていうのは成長してくると
というようなところで、今回は土の改善が肥料代わりに土の改善どうですかっていうお話がね、したかったというような感じなんですよ。元気にするための土壌改良があればですね、かなり、いいんじゃないのっていうお話がね、今回したかったというような感じですね。で、これなんですけれども、腐葉土で OK と。腐葉土をですね、入れ込んでいく。これですね、エアレーションって言ってね、根っこ切るんですけれども、あの根っこ切ったところがですね、土をね、出すタイプのあのエアレーションの道具もあるんですけれども、あれやった時にですね、土出てきたその土の代わりに腐葉土入れるっていうやり方あるんですけれども、あれ正直ね、僕はやりたくないんですよ。なんでかっていうとね、なんかめんどくさいんですよ。あれやりながらあれ入れらんない、もうめんどくさいじゃないですか。もうそれやりたくない。だからエアレーションはエアレーションでやる。で、腐葉土を入れるときは腐葉土を入れる。こういう風にやった方が、僕はね、同時にやれるんだったら同時にやっちゃった方がいいんですけれども、その単純に僕はめんどくさいっていうだけなんでね、なんかなんとなく見た目が悪いんでね、あれやるとね、だからちょっと嫌いっていうお話になりますんで、今回はですね、そんな感じでですね、土壌改良をしてね、行こうか。で、土壌改良を、要するに見ていただくと。で、そんな難しい話じゃないんでね、あれぜひやっていただきたいなというような感じですね。で、芝生をですね、最後書いたんですけれども、肥料。芝生はですね、肥料を撒くだけでもね、結構元気になったりするんですよ。で、その土の質がある程度まで来てれば、肥料を撒いても結構やるんですけど、土の質が相当悪くなってたら、肥料をやってても、そんなにね、あんまり効果感じられないっていう風な感じになりますんで、基本はですね、土の質どうかなっていうような感じで考えていただければね、私はいいんじゃないかなと思います。ですんでね、腐葉土をですね、やっていただく。で、これやる時期なんですけども、大体ね、皆さんやる時期いつですかっていうのね、感じで言われる方多いんですけれども、いつでもいいんじゃないかなって私は、思ってます。で、よく言われるのはね、なんか秋から冬ぐらいの感じでね、そういう土壌改良とかってやったらね、なんか春スタートダッシュ決められるよね、みたいな風に言われますんでね。まあまあ、そんなんでいいのかなと思うんですけれどもね。まあ、ただ別にね、だからといって春から夏、秋ぐらいにやっちゃいけませんよっていうお話じゃなくて、それがですね、分解されていい土になっていくのに、その期間があって、で、それが、要するに、今やってね、今って言うと、まあちょっと前のね、10月ぐらいにやって、11月、12月にいい土になったとしても、芝生って基本的に休眠期に入ってるから、伸びてないよね、みたいな感じになりますんで、その効果が感じられにくいというところがあるんでね、まあね、それだったら効果感じられるタイミングのちょっと前ぐらいにやっといてあげたらいいんじゃないの？だから、秋冬にやるのがいいんじゃないですか？みたいな感じで、言われることが多いんじゃないかなというふうな感じなんでね。だからまあ、いつやってもいいというような感じですね。で、今日たまたまね、その現場でね、ちょっとね、その悪いところがありましたんでね、芝生がね。だからそれをね、やろうかなと思いましたんで、今回動画を撮ったというような感じになります。ということでですね、前振りがね、だいぶと長くなっちゃったんですけれども、実際の作業はね、そんなに難しいもんじゃないんでね、見ていただきたいと思います。どうぞ。はい、ですね、芝生をね、見てみるとですね、この辺とかね、あんまりね、わかりますかね、土の質はね、ちょっと良くなくてね、ちょっと乾燥気味なんですよ。で、まあ、この辺にちょっとやろうかなというような感じですね。そんなに難しくないんでね、すぐできます。まずですね、エアレーションかのごとくですね。硬いな、土がかなり硬いですね。こうやって掘って、で、掘らなくてよくて広げると、そうするとね、こういう感じでね、こう広げられるんですよ。こうやってね、これぶっ壊れるかもしれないんでね、気をつけてくださいね。で、そうするとね、この穴が開きますんで、そこの穴の隙間にですね、詰め込んでいくと。で、この腐葉土なんですけど、表面にあるとダメなんでね。ごめんなさい、今ね、ちょっと量多すぎましたね。こんな感じでね、中に入ってないと意味ないんで、必ずね、こういう感じで中に入れると。で、そうするとね、この辺一帯がね、だんだん良くなってくるっていう風な感じになりますんで、これをね、繰り返すというようなね、感じになりますね。もう一回やってみますね。開けて、かなりやっぱ土が、カチカチになっちゃってるんだな。で、掘らなくてよくて、ちょっとね、根がこう当たる部分ぐらいまでやってあげて、広げてあげて、広がったところに入れると。もちろん穴掘ってね、やるのと同じなんでね、穴掘ってやってもいいんですよ。こっちの方がね、芝生がね、見た目がこう悪くなりにくいっていうのがありますんでね、エアレーションみたいな感じで根っこを切ったついでに入れ込んでいくという風にね、できますんでね、こっちの方はね、見た目がいいという感じになりますよね。土かなりやっぱ固まっちゃってますね。かなりやっぱ乾燥してて、
こういう感じでね、ちょっと穴掘ってあげて入れ込んでいくと。でね、表面に出てるとダメなんでね、必ずね、表面に出てても意味ないんでね、表面のやつはね取ってあげた方がいいんじゃないかというような感じですね。という風な感じでね、見ていただいたんですけれども、全くもってね、難しくないと。でその土壌の改良の、あのやり方っていうかね、もうあんなんでよくて、で大事なことはですね、芝生の根っこの付近の土がいいかどうか、それよりも深くが別に良かったとしても、根は深くまでいかないんで、浅いところで全然大丈夫というような感じになるんですよ。でどのくらいのそのスパンというか、その距離感でね、やればいいかって言ったらね、その土にもよりますんで、まあ一応ね、その腐葉土とかを買うとね、腐葉土ってどのくらいで混ぜたらいいのみたいな、これ一体何平米分ぐらい使えるよねみたいなのって書いてあったりするんですよ。まあ大体それぐらい使ってもいいですし、ちょっとずつやっていただいてもいいというような感じですね。ですんでね、まあ悪いところにね、まあ1体買ったらね、悪いところに1体全部使うとかね、その点々とね、悪いところがあるんだったら、そこにね、こう点々とね、1体買った分をやっていくと。でだんだん戻っていきますんで、戻っていったらもうそれやる必要ないんでね。で、あのだんだん悪くなりそうだなっていうところにも、そういう風にしてね、土を少しずつ変えていただくというような感じでね、やっていただければですね、来年、再来年、どんどんね、芝生がね、こう元気にね、緑色でね、隣の芝生は青いというような感じでね、言われるぐらいに育つんじゃないかなと思いますんでね、まあそんな難しい作業じゃなかったと思いますんでね、まあぜひともね、やっていただけたらいいんじゃないかなというような感じの今回のお話という風になっております。ということでですね、本日芝生のお話をしております。チャンネル登録もですよという方いらっしゃいましたら、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。